日本経済に貢献するため今日は温泉からお送りしています。で、今日の本題なんですが、昨日も紹介したように岸田政権というのは発足した当時は支持率いまいちだったんですけど、まあ、そこからじわじわと支持率上げている途中なんですよね。そして不支持率は下がっていますので、政権としてはいい流れ来ていますよ。ただいまいちよくわからないところってあるじゃないですか。新しい資本主義って一体何なのかとか、そんな疑問を持っている人っていうのは多いんでしょうね。先日発売した文藝春秋2月号に岸田総理が緊急寄稿していますよ。私が目指す新しい資本主義のグランドデザインという見出しなんですが、まあ、見ていてですね、なんかこう民主党的な何かを感じてしまうんですよね。一部抜粋して見ていきたいと思います。まず資本主義のこれまでについて言及しているんですね。資本主義によってこれまで世界経済は成長してきたと。しかしグローバル化によって弊害も出てきたんじゃないかと、まあ、いうことなんですよね。格差、貧困、気候変動等を事例として挙げつつ、資本主義をアップデートすることが必要だと言っています。この文章を通じてやっぱり岸田総理が何を重要視しているのかっていうと、人なんですよ。株主利益を追うだけではなくですね、多様な利害関係者の利益を考慮すべきとするマルチステークスホルダーの考え方を推奨しています。そのような前置きがあって、私の新しい資本主義ではその鍵を人、すなわち人的資本に置くことにします。物から人へが新しい資本主義の第一のキーワードですって言うんですよ。物から人へって、まあもう10代の方とかはね、もう覚えてないかもしれないですけれども、かつて日本に民主党っていうクソ政党があったんですよ。今も党名ロンダリングして、まあその慣れの果てとして立憲民主党っていうのがあったりするんですけどね、かつてその民主党がうっかり政権を取ってしまったことがありました。これね、日本国民猛省すべきだと思いますよ。あの時民主党が掲げていたスローガンって、コンクリートから人へっていうものだったんですよ。コンクリートから人へ、物から人へ、なんか意味同じじゃないですか。まあでもね、言いたいことはわかるんですよ。人って大事ですから。日本は日本人が頑張らないといい国になりませんからね。ただ長引く不況で、まあちょっとこう将来を悲観的に見てしまうっていう人も今多いんじゃないでしょうか。その構造を変えていくんだという方向性は、まあいいと思うんですよ。しかし賃金上昇にしても、まあ、なかなか難しいものがあったりしますよね。岸田さんは人への投資を増やすということを宣言していますね。3年間で4000億円規模の施策パッケージを新たに創設し、非正規雇用の方も含め、能力開発支援、再就職支援、他社への移動によるステップアップ支援をおよそ100万人程度の方に講じると。これもね、実用的なものであればどんどん進めるべきだと思うんですけど、どうだろう。さらに続けてみると、ちょっとね、大丈夫かなって僕なんかは見てしまうんですけど、僕の見方がおかしいんでしょうか。付加価値の高い製品やサービスを生み出し、高い売り値を確保し、高いマークアップ率を獲得できる企業、産業構造を作らねばなりません。そのために単に市場や競争に任せてしまうのではなく、官民がそれぞれの役割を果たしながら協力してその構造を作り上げること、これが私の考える新しい資本主義のもとにおける成長戦略の目標です。物から人へに続く新しい資本主義のキーワードは官民連携です。いやいや、ちょっと待ってと。官は余計なんじゃないでしょうか。そもそも政治と官がまともな方向性を生み出すことができなかったから、今の日本経済の低たらくっていうのがあるわけですよね。必要なのは民間企業が仕事しやすい環境っていうのを黙々と作るっていうことじゃないでしょうか。変に官を入れるとさ、ちょっとやっぱりね、複雑になっていきますからね。やっぱ官っていうのはね、難しい存在ですよ。市場や競争を任せにせずって、それなんか社会主義的な方向を目指しているんでしょうか。だから新しい資本主義っていうか、新しい社会主義っていうかさ、でこの方向性で進めると、結局官の方の利権成長戦略になってしまわないでしょうか。その先にあるのはもう増税しかないでしょう。この文章にもたびたび出てきますし、岸田さんが常に言っている分配ね、その原資を確保するためにとか言って普通に増税やりそうですよね。今一時的に引っ込めてますけども、まあ、金融所得課税だったりとか炭素税とか、このままこう支持率が続くとやるよ。コロナもまだ続いていますし、参院選も今年はあります。ですから有権者がしっかりと見極めないといけませんね。終盤にデジタルの力で小さくて大きな政府を作るっていうのが出てくるんですよ。まあ意味は分からんではないんですけども、この言い回しっていうのもなんとなく民主党っぽいなっていうね、まあ、そんなことなんでね、この文藝春秋
2022年2月号ぜひ見ていただくといいんじゃないかなと思います。で、あのこの今の記事だけじゃなくて、政治記者123人が選んだ次の総理5年後の総理っていう企画も結構僕は面白かったなと思います。そんなところで今日は以上です。チャンネル登録もぜひお願いします。